では、えー、先ほど行われましたホークスの松田選手その話に戻ってまいりますが会見の様子をご覧いただきますはい、えー、福岡ソフトバンクホークスの、えー、ユニフォームを着て、えー、プレーするのは今シーズン限りとなりました現役続行を希望して退団、えー、することをここにご報告させていただきますホークスでは、えー、17年間という、えー、長い間でしたが たくさんの方と出会い、たくさんの方に支えられ、ホークスでプレーすることができました、本当に17年間、感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとうございました9月に一軍登録抹消の前日に、球団の方から来季の構想外という話を聞きました。 その中で、えー、自分としてはまだまだ1軍の、えー、力になりたいという、えー、思いもありましたが、えー、自分の気持ちではやはりあのもやもやした気持ちであったりとか、えー、中途半端な気持ちで1軍で戦うというのはやっぱりチームメートに対して、えー、迷惑かかるんじゃないかと思い、えーまえー、報告を聞いた、えー、次の日に。 藤本監督とお話をする機会をいただき、現役引退するか、対談して現役を続行するか、もうこの選択する2択しかありませんので、それをゆっくり考えさせていただく時間をいただきました、その中で約3週間ですが、若い選手と暑い中、一生懸命野球して練習頑張ってきました。 その中で気づいたことがやはり、えー、自分は野球がまだまだ大好きということと、えー、まだまだ体が元気ということあとはやっぱり大好きな野球を自分から、えー、今回やめるという決断には、えー、至らなかったということがありまして、えー、11連戦の、えー、終了した次の日にです、ね、球団の方に。えー 現役続行を希望し、えー、ホークスを退団させていただきますという、えー、ご報告、えー、ご連絡をさせていただきました。その決心を最初に伝えられたのは、どなただったんでしょうか。そうですね、やっぱり、えー、とチームも本当にあのペナントレースの終盤ということで、えー、なかなか誰にも言う機会もなかったんですけど、まずはやはりあの妻にですね、えー 現役引退と、えー、現役続行、この二択しかない選択肢の中で、もう自分は、えー、現役続行して、ホークスを対談するということを、えー、伝えましたその時奥様はどのような言葉でこ、はいえー、とばで、まだまだ、ねえー、野球が好きなうちは、ね、とことん野球をしてくださいという、ね、本当にあの温かい言葉をもらいましたんで。 えー、本当に感謝していますし、えー、これからですね、えー、対談するんですが、えー、違うちあのもしチャンスがあればですねそこでね野球を思いっきりしたいなという気持ちでいっぱいになりましたやはり現在39歳なんですけどやはりあの40歳までプレーをしたいという気持ちが、えー、自分の気持ちの中で強くて、えー、それもあの若い時にですね 思い出したのが、えー、宮崎キャンプで当時のコーチからですねとにかく若い時期に 40, 40歳まで、えー、プレーをするために今、とことん練習して、えー、技術を身につけようその時の練習が本当に今でも一番きつい思い出だったのでやっぱりあの守備練習した時に味といえばやっぱり泥の味だったのでやっぱり40歳までというとあと1 1> 1年ななののでそこも引っっかかった今回のあの原因になります、えー、開幕スタメンというのは、ね、勝ち取ることができたんですけどその後がなかなかこうコンスタントに成績を上げることができずにやはりあの自分でもです、ね、不甲斐ない、えー、結果にこの1年は終わったと思うんですがまだまだ、えー、先ほども言いましたけど、えー、大好きな野球をする気持ちというのは、えー、あ消えていませんので。えー 頑張っってていいいいけたらいいかなと思っています 2>, こ2軍の試合では後日、松田選手を送り出す機会も設けられるというふうにあの聞いていますけれどもそのことについてはどのように思われますかはい、えー、っと10月1日の、えー、土曜日を、えー、ホークスでの最後の,あの試合という形で、えー、球団の方に用意していただきましたのでまずは、えー、10月1日の土曜日の、ねえー、試合に向けて しっかり練習してあいいところをです、ね、見せれるように、えー、準備していけたらいいかなと思います17年も、えー、このユニフォームで、えー、プレーさせていただいたのであープラス福岡の街でずっと野球してきましたので、えー、もう人生そのものだと思っています